田辺桃奈です。岸和ゆり子です。桃ゆりの時間です。で、私多分全部にビューってなる気がします。何聞いても、うん、じゃあはい、あ、じゃあ言ってみましょう。ちょっと、私絶対にブーってならない質問じゃするから、それ確かめよう。ディズニーランドが好きだ。はい。これもう嘘だったらもう今後一切ディズニーに行かないでください。つけてください。すごい。はい。僕から質問しますね。まだか。はい。崖で窒素が落ちそうになっていますが、違う崖では田辺さんが貯めた1億円が落ちそうになってます。助けるのはもちろん窒素だ。はい。感動ですね。感動。めっちゃドキドキ。1億に勝った。
ドキドキした。だいぶ緊張したね。性格だねこれ。性格、性格、性格だ。友情が芽生えた瞬間。でもやっぱさっきの問題ですね。やばいですね。あれカットしてください。しません。ベートーベンが奇跡の復活を遂げ、一夜限りのコンサートを開きます。それに招待されました。だけど今日は田辺さんとディナーを食べに行くというお約束をしていました。弱くないですか。そのディナー行かなかった。ラストディナー、ラストディナー。ラストディナー。結婚してどこ行っちゃう。宇宙、宇宙、宇宙人になるの。宇宙人もう一生会えなくなる。一生会えない。だけどベートーベンも一生ですか。一日だけ復活した。うわ、もちろん田辺さんとディナーに行く。うわ、ちょっと迷うなこれ。迷ってるあそこじゃなくないですかこれ。一生だよ、宇宙人になるんだよ。そうか、宇宙人になっちゃうんだもん。そうだよ。もう会話もできない。ベートーベンはね、最悪聞けるから、レコードとか。会話もできない。会話もできない、宇宙を。はい、はい、モモナさんを選びます。審議、審議、今の審議です。ベートーベンの魅力には結構抗えないわ。痛い、ベートーベン。なんで、なんで距離遠いな。ベートーベンをね、1対1じゃないんだよ。私もう一生話せなくなるのに。行く行く、宇宙に。私がね、宇宙に行くから。やだよ。やりましょう。ないじゃん。質問ないじゃん。僕は桃ゆりが大好きだ。あ、はい。あ、はい。いや、いや、はい。だってこう好きじゃなかったらだってやんないじゃん。もうやりません。今簡単な質問すぎたなって思って、ね、単純すぎたらポーンってなる。これはひどい。いや、だけどこの友情は崩れてますからね。いいの、もう終わりじゃないですかここ3人。終わりだ、終わりだ。解散ではもうこれはひどい。衝撃で熱が発覚しましたけど、全員食らうっていう。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。